だね。嬉しいか。よしよし。気合い十分だね。嬉しいか。よしよし。
世界各国のダート校舎たちが集いました。果たして砂漠の覇者となるのはどの馬でありましょうか。ドバイワールドカップ12頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。プレザントタップが先手を取ります。その外スーッとストリング&ローディズが上がっていきました。3番ジョリーズヘイロー、それからサンダーランブル、54がその後ろ3馬身くらいあって、8番サルタリーソング、それからもう1頭カタノアメリカン、そして内からは2番ビレイティ、この辺りちょっと離れているジョリファ、そして一番人気のエピインディー、うまくいっているんではないでしょうか。アルカングが上がってまいりました。一番後ろに6番ロドリゴ・デトリアーノ、流れるようにレースが進んでおります。ピストルズ&ロージズがレースを引っ張るようになりました。ヨリーズ・ヘイローがその後ろ、外から1頭サンダーランブル、その内からはプレザントタップ、そしてもう1頭グーヨンが、8番サルタリーソング、その後ろでやりましょうか。カタノアメリカン、内を通りましてビリーティー、ちょっと離れて5番ヨリファでやります。そしてその後ろから7番アルカング、もう1頭エピインディー。さあいよいよ最後の直線、ドバイミーティング最高の瞬間が訪れようとしています。エピインディーはまだ後方、ようやく追い込み態勢、先頭はヨリーズヘイロー、外から差を詰めてきているエピインディー、先頭フラートとヨリーズヘイロー、外からカタノアメリカン、カタノアメリカン先頭に立った。さあ抜けました、カタノアメリカン、カタノアメリカン先頭一着、10番カタノアメリカン G16 勝目、獲得賞金は5000枚突破。馬がレースから帰ってきたね。嬉しいか？よしよし。気合十分だね。いい感じだね。はい、何です？
感じだね。いい感じだね。